心の指針。人生は一冊の問題集。人生は一冊の問題集であるとはまさしく詩言だ。人生修行の歳月を重ねるほどにその意味を重く感じる。すべては自分自身が心にまいた種とその育て方に原因がある。また自分自身と他者との関わり方、自分と自分を取り巻く世界との関係をどう考え、どう行動していくかにある。自分の努力で自分の人生の問題集が解けるという考え方が縁起の理法を信ずる立場だ。何を善と見、何を悪と見るか、どのような行為を仏意にかなっていると考え、どのような行為を悪魔の所業だと思うか、あなたは日々選択と決断を迫られている。その答えの集積があなたの人生の総決算である。あなたは来世の採点結果を運命ではなく自分の努力点であると静かに受け入れる心境を持たねばならない。人生とは一冊の問題集であり、私たちがその回答を一体何点取れたかということは、死んであの世に帰って初めてわかります。しかも私たちは死んであの世に帰ると自分の人生をもう一度見せられるのです。サンズの川を渡った者たちが長い長い花畑の道を歩くと、ここにたどり着く。これって映画館？何を上映してるんだろう。人生という名のドラマだ。これからあのスクリーンで彼が生まれてから死ぬまでの全てが上映される。あの人たちは？先に死んだ親族や知人たちが来ているのだ。彼が生前に行ったことだけでなく心で思ったことも全て明らかにされていく。心で思ったことまで？幼少時代、小学時代、中学時代、進学、俺にもくれよ、就職、結婚、転職、離婚、破産、その都度その都度自分がどう思ったか、どう考えて乗り越えてきたか、全てが映し出される。これで本人も納得して行き先へ向かうことができる。行き先？現代人の半数以上は地獄と言われる世界へ行っている。え？半数以上も？霊界を信じない者が増えたからだ。死ねば何もかも終わりだと思うから好き放題に生きる。しかし厳しい現実が待っているということだ。もちろん上映後に拍手喝采を受ける者もいる。そうした者はその心境に応じた天国へ行くことになる。天国？では
私たちはどうすれば天国に帰れるのでしょうか。実は私たちは過去世からの宿題を背負って今世においてカルマの刈り取りをしていることがあります。古代のエジプトの人たちは人間には魂というのがあって、あの世に帰りまた再び地上に戻ってくるという天生輪廻を信じておりました。西洋の方ではその後ギリシャの時代にも天生輪廻を主張する人たちはおりました。近年においては心理学がかなり発達いたしまして、催眠術の一種を使った心理療法として前世療法というのがあって、あの世にいた時の話だけではなくさらにその前に人間として生まれた時のことを語る人が数多く出てくるようになりました。その過去の転生を繰り返してやっている中に魂には一定の傾向性というのが出てきます。何度も何度もやっているうちにその人の魂にとって長所とも言うべき特徴と短所とも言うべき欠点、そういうものがはっきりと出てきます。過去何回かの地上経験を経てその方が卒業できなかったこと、人生として人間として生きてきた時にそのままでは合格ではなかったと言われるところ、もう一度同じような環境において試されることあり、全く逆の環境において試されることありです。そして魂は通常は男性霊は男性霊として生まれ変わり、女性霊は女性霊として生まれ変わりますけれども、時折男女が入れ替わって生まれ変わることも事実としてあることも突き止めております。そのカルマを刈り取るのに二通りの方法があります。もう一度同じような魂の方と、夫婦なら夫婦、友人なら友人、知り合いなら知り合いになって似たような環境でどうするか、前回と同じように例えばその女性なら女性をいじめる人生を生きるか、それとも今度は心を入れ替えて見事に調和された夫婦をするか、あるいは友人関係を持つか、そういうふうになるかどうかを試されることがある場合と、もう一つ全く逆のケースとして今度は女性として生まれ変わってくるということもあります。ほんの短い時間であっても一生の中において非常に印象的な出来事として心に刻まれたものは何らかの形で魂の中のカルマとして宿題として業として刻まれて何らかの形で出てきます。やはり私たちはある時には王様に生まれ、ある時には乞食に生まれるようなこともありますが、たとえ今世の人生においてどのような環境下に置かれようとも、すべて魂の修行の一環であるという観点を忘れては相ならないわけなんです。自分が前世でそういう計画をして生まれてきたことを忘れて、今世のみの幸不幸を捉えて人を恨むことあり、親を恨むことはあり、友人を恨んだりすることはあり、先生を恨んだり、あるいは環境を恨んだり国を恨んだりする人がおりますけれども、やはりこれは間違いであるんです。長い長い転生です。皆さんの人生を2000年ぐらい見ると必ずもう5回は生まれ変わっています。そして今回の人生の総決算が結局は来世皆様方がどういう立場でどういう人生を歩まれるかということ全てにかかっているんです。過去世そのものを変えることはできません。また生まれてから今までの何十年間の人生そのもの、すでに過ぎたものを変えることはもうできません。それは反省あるのみです。反省以外にもうする手立てはありません。しかし現在から後、これから後はまだ変えることができます。可能なんです。残りの時間は長い人あり短い人ありでしょうけれども、しかし現在から後の時間は変えることができます。それが来世以降の皆様方の人生、それを決めるのです。その事実を知ったならば私たちにできることは
現在ただいまの自分を変え、これから後の人生を変えていくこと、これしかないんですね。人は生まれ変わりを繰り返し魂修行している霊的存在ですから、自分が今直面している苦しみについて、たまたま運が悪かったせいだなどと思うのではなく、自分に与えられている問題集の一つなのだと考えるべきなのです。なぜなら、どのような行為を仏意にかなっていると考え、どのような行為を悪魔の所業だと思うか、私たちは日々選択と決断を迫られているからです。そしてその答えの集積が私たちの人生の総決算となり、天国に行くかそれとも地獄に行くかを決めるからです。そのために私たち人間は、死ねば何もかも終わりだなどと考え、好き放題に生きるべきではなく、むしろ霊界の存在、あるいは霊界の秘密を知った上で、天国的な人生を選び取って生きていくべきなのです。なぜなら、地獄を知らずに生きて苦しむのはその人自身であり、天国的な人生を生きて喜ぶのはその人自身だからです。天国的な人生とは、仏法真理にのっとった愛のある生き方のことです。仏法真理とは、仏の心、仏の掟、仏の生命の露呈する姿です。この仏法真理という名の黄金の糸は、人類史の中で様々な織物を織って、人々の心を寒さから守ってくれました。ある時はその織物がインドに生まれた釈迦の教えであったり、中国に生まれた孔子を中心とする儒教であったり、またある時はイエスの愛の教えであったりもしました。そして今また仏法真理の太陽はこの日本に掲げられ、すでに3000章を超える仏法真理の書籍が編まれております。真理の太陽は掲げられているのです。そして私たち人間は、過去世や過去数十年の人生は変えることはできません。しかし未来ならば変えることができます。天国に行くか地獄に行くか、来世来々世にいかなる宿題を残して人生という名の問題集を解いていくか、それは変更可能なのです。ですから、仏法真理を学んで現在ただいまの自分を変え、これから後の人生を変えていく、これしかありません。なぜなら、今昇り来る太陽こそ未来を照らす光だからです。